暑い日が続いていますが、体調管理をして元気に過ごしたいものです。今週のイナチャンネルはご覧の内容でお送りします。時折強くなる雨音に心配な気持ちになる方も多いのではないでしょうか。日頃から災害に備えて防災力を高めましょう。中山さん、災害から命を守るために大切なことは何だと思いますか？はい、まずは自分自身の命を守る自助でしょうか。そうですね。災害から命を守るためには、自らが災害に備える自助と地域における助け合い、支え合いの共助がとても大切です。地域で助け合う、そんなつながりを広げることが大切ですね。はい、日頃から地域の行動計画を決めておくことで、いざという時に慌てず迅速に行動することができます。ここで伊那市が進めている3つの取り組みについてご紹介します。まず一つ目は、災害時住民支え合いマップの作成です。災害時住民支え合いマップは、自力では情報が得られない、避難できないなど、避難行動に支援が必要な方を把握しておき、災害時に近所や地域で優先的に支援するためのものです。作成する際に災害時の困りごとや支援の方法などを話しておくことで、助け合いの関係づくりができます。続いて2つ目は、地区防災計画の策定です。地区防災計画は、それぞれの地域の特性を踏まえ、地区独自の避難計画や日頃の取り組みを決めておくものです。災害時の行動ルールや日頃の訓練など、地域内で安全を確保するための方法をみんなで考えます。3つ目は、地域タイムライン、災害時の行動計画の作成です。地域タイムラインは、各種情報に応じ、いつ、誰が、何をするかをあらかじめ決めておくものです。地域における行動の基準を決めることで、災害時でも躊躇なく行動する体制を作ります。それぞれ特徴がありますね。お住まいの地域の状況によって、地域の特性に合ったものを作るといいですね。はい、難しいマニュアルを作るのではなく、地域の皆さんが動きやすくすることがポイントです。また、すでに作成されている地区は、訓練のたびに見直しを行い、より実効的な内容へと修正を重ねていただきたいと思います。大久保さん、地域の取り組み、つながりが防災に大きく関わっていることは分かりました。では今から自分自身でできる災害への備えはありますか？はい、ありますよ。ぜひ防災ハンドブックをご活用ください。防災ハンドブックは、伊那防災と大きく書かれた黄色い表紙の A4 サイズの冊子です。こちらは全校に配布しているほか、各総合支所や支所、危機管理課でもお渡ししています。防災ハンドブックでは、防災情報や災害発生の恐れがある場所を地図で掲載しています。災害時に適切な避難行動が取れるよう参考にしてください。日頃の備えや危険な場所などを確認することができます。防災ハンドブックを活用して、今から災害に備えたいですね。災害時には災害に関する情報をもとに行動する場合もあるかと思いますが、改めてどこから得られるのか教えてください。伊那市では地域安心安全メールで、災害への警戒や避難情報を発信しています。登録をご希望の方は、お使いの携帯電話などから指定するメールアドレスにカラメールを送信すると、登録案内のメールが返信されます。そこから専用サイトにアクセスし、ご登録ください。また公式ツイッターやヤフー防災アプリでも、安心安全メールと同様の
防災情報などを発信しています。ぜひご登録等していただき、災害時また災害への備えにご活用ください。いずれも黄色い表紙の伊那市防災ハンドブックに詳細を掲載しています。この機会にぜひご確認ください。また伊那市地域安心安全メールの登録アドレスなどは伊那市公式ホームページにも掲載していますので、併せてご覧ください。情報を収集し行動するのは自分自身です。災害時に多くの人の命を救うためには地域のつながりが最も大切です。そして情報が得られない方でも伝達する体制づくりが大切です。防災の取り組みは必ず役に立ちます。災害時の不安を少しでも解消するためにも、普段から皆さんの取り組みをお願いします。伊那市では子育て世帯の負担を軽減するため、8月から福祉医療費給付金制度の対象範囲を広げます。どのような内容なのか、健康推進課の三沢さんと詳しくお伝えします。今回の制度拡充によって、高校生世代まで保険適用される医療は無料で受けることができます。それでは内容について詳しくご紹介します。まずは変更前の制度を振り返ってみましょう。これまで医療費は1レセプトあたり500円の窓口負担でした。対象範囲は通院は中学生まで、入院は高校生までの範囲となっていました。今回の変更により窓口負担は無料に、通院も高校生世代までと充実しました。高校生世代までの医療費の窓口負担が無料となるということなんですね。対象から外れるものもあるんでしょうか？はい、検診や予防接種、診断書料、薬の容器代などの医療保険適用外の費用、入院時の食事療養費、一定規模の病床を有する病院における初診・再診時選定療養費などについては対象外となります。福祉医療費給付金制度を受けるために必要なことはありますか？はい、受診する際には健康保険証に加えて福祉医療費受給者証が必要となります。今回新たに対象となった方へは申請通知書をお送りしています。申請がお済みでない方は健康推進課に申請をお願いします。交付申請にはお子さんの健康保険証、保護者の本人確認書類が必要となりますので、ご用意ください。今回の制度拡充に伴って注意すべきことはありますか？はい、受給者証を使用できなかった場合には一度自己負担金を支払っていただく必要があります。具体的には次の通りです。受給者証を忘れるなどして提示しなかった場合や、長野県以外の病院、薬局などを利用した場合、病院などで現物給付方式に対応できなかった場合は、窓口で医療保険の自己負担金を支払い、領収書と受給者証を持って市役所健康推進課窓口で給付金の申請をしてください。また総医療費5000円以上の学校や保育園など管理下での負傷は日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象です。福祉医療費の対象ではありませんので、一部負担金をお支払いいただき、学校や保育園などへ申請してください。申請後、災害共済給付金が支払われます。誤って福祉医療費受給者証を提示してしまい二重給付となった場合には、支給にあたる額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
18歳までの医療費の窓口負担が無料となるのは8月からです。ご不明な点がありましたら健康推進課までお問い合わせください。続いてお知らせです。商工振興課からプレミアム商品券販売のお知らせです。伊那市では市民の皆様の消費を喚起し市内経済の活性化を図るためプレミアム商品券を販売します。今回発行する伊那ホット券第4弾は1冊1万3000円分を1万円で購入できます。商品券は1冊が1000円券13枚となっており、7枚は全てのお店で、6枚は中小店舗限定でご利用いただけます。購入はお一人最大8冊までで、令和4年7月15日時点で伊那市に住民票のある方がご購入いただけます。利用できるお店は事前登録を行った市内などのお店です。商品券の申し込み期間は8月12日までです。申し込みはインターネットまたは窓口郵送にてお願いします。窓口郵送の場合は司法伊那8月号と一緒に配布した専用申し込み書に必要事項を記入し伊那商工会議所へ郵送していただくか各窓口にご提出ください。商品券の利用期限は9月1日から11月30日までとなりますので、購入した場合はお忘れなくお早めにご利用ください。伊那ホット券で伊那市の事業者の皆様を応援しましょう。ご不明な点は商工振興課までお問い合わせください。企画制作課からモバイル公民館のデザインと愛称募集のお知らせです。伊那市では朝夕に通勤通学の足として運行している長谷循環バスによるモバイル公民館の取り組みを進めます。この事業では山間地等で移動が困難な方々へ公民館の講座などをバスによる出張方式で提供することを目指しています。現在そのバスのデザインおよび愛称を募集しています。親しみやすくみんなが集まりたくなるようなデザインや愛称をご応募ください。応募資格は伊那市に在住もしくは伊那市に通勤通学されている方で、デザイン部門は高校生以上、愛称部門は小学生以上となります。詳しい募集要件や表彰については伊那市公式ホームページもしくは市役所、支所等に掲示してあるポスターやチラシをご覧ください。多くの皆様のご応募をお待ちしています。ご不明な点は企画制作課までお問い合わせください。市民課からマイナンバーカード時間外交付についてお知らせです。平日の業務時間内に受け取りに来られない方のためにご覧の日時に窓口を開設します。なおシステムの都合で日程が変更となる場合があります。伊那市公式ホームページに最新の情報を掲載しますのでご確認ください。マイナンバーカードの交付にはご覧の書類が必要となります。必要な書類は一式お送りしていますのでご確認ください。本人確認書類は運転免許証やパスポートなど顔写真入りの身分証1点と健康保険証や介護保険証など写真入りではない確認書類1点の計2点をご用意ください。顔写真入りの身分証がないという方は写真入りではない確認書類2点をご用意ください。休日の窓口は大変混み合うことがございますので時間に余裕を持ってお越しください。ご不明な点は市民課までお問い合わせください。総務課から令和5年度採用の伊那市職員採用試験についてお知らせします。今回募集する職種は初級の一般事務で、平成13年4月2日から平成17年
4月1日までに生まれた方が対象です。また上級の建築技師も追加で募集します。対象は平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。第一次試験日はいずれも9月17日土曜日で、受付期間は8月1日から8月22日です。申し込み方法など詳しくは伊那市の公式ホームページをご覧いただくか、伊那市役所総務課職員係までお問い合わせください。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。多くの皆さんのご応募をお待ちしています。高遠町歴史博物館から NHK ラジオ第一放送 DJ 日本史の観覧者募集についてお知らせいたします。歴史好きタレントの松村邦洋さん、お江戸のアイドルこと堀口真澄さんらが日本の歴史を楽しく語るラジオの人気番組の公開生放送が行われます。日時は9月11日日曜日午後0時45分から2時30分ごろまでです。会場は高遠町総合福祉センター山裾、観覧料は無料です。定員は150人で、応募者多数の場合は抽選となります。観覧を希望される方は市公式ホームページ内の専用フォームからお申し込みいただくか、往復はがきに必要事項をご記入いただき、高遠町歴史博物館までお送りください。応募締め切りは8月12日金曜日です。はがきの場合は当日消印有効です。DJ 日本史は最終週を除く毎週日曜日の午後放送されています。この番組の公開放送は今年はこの伊那市高遠町だけの1回だけで行われますので、皆さんぜひ観覧においでください。マホライナ市民大学事務局より学生募集のお知らせです。進んで学習することで自己を育て、仲間づくりの輪を広げながら明るく充実した豊かな毎日を過ごすことを目的としたマホライナ市民大学では、令和4年度の学生を募集しています。就業年限は2年間、定員は60人です。募集期間は7月1日から8月31日までです。入学を希望される方は入学願書と完成はがきを障害学習センター5階市民大学事務局、または市役所3階障害学習課にご提出ください。入学願書は障害学習センターや市役所、各総合支所などに設置している募集案内に添付されています。また完成はがきには表面に申し込み者の氏名と住所を記入してください。ご不明な点は障害学習センター5階市民大学事務局にお問い合わせください。今から少しでも学んでみたい、いろんなことに触れ心豊かな生活をしたい、仲間や友達を作りたいといった気持ちのある方はご気軽に応募してください。大勢の方のご応募をお待ちしております。次回は終戦から77年を迎える今、平和について考えます。それではまた。